ライフナビゲーターの桑田和子です。5分で構造心理学。この動画では構造心理学のエッセンスを少しずつお伝えしていきます。今回は個性を知るという中のセンスについて簡単にお話をしたいと思います。はい、ここで少し復習をしましょう。こちらですね、ご自分の個性を知っていくとき、相手の個性を、見ていくときに、こう大まかにざっくりというのではなく、一つ一つこういうかどんな価値基準を持っているのか、どんな強みがあるのかというふうにこう一つ一つ深掘りをしていくということで、より個別にその人の個性を知ることができます。この真ん中にあるこの5つですね、これが中心となる5つの個性で、ど真ん中に価値基準があります。そして左側ですね、こちらに強み、そして才能があります。で、右側、人格特性、優しさですとか、その人の人格の高さを見ていくものですね。そしてコミュニケーションスタイルというものがありました。で、この5つを、組み合わせたり掛け合わせたり、そういうのがセンスというふうになります。で、センスというのはこの5つの資質を駆使して、そのこう、1つの強みだけでは出せなかったとかね、これだけではこう出てこなかった、こう新しい可能性を生み出していって、こうご自分の可能性の幅を広げていく、そのための資質というのがセンスになります。よくありますよね。例えばセンスがいい人って言った時にも、ジャンルがありますよね。例えばファッションセンスがいいとか、あの人なんか料理のセンスがあるねとか、ビジネスのセンスがあるとか、それが、センスがあると言ってしまえばこう簡単に一括りみたいになってしまうんですけれども、具体的にどういうものが掛け合わさったり組み合わせられたりとかして使われているのか、発揮されているのかというのを見ていくのがこのセンスというところになります。で、こちらは構造心理学コースの中で詳しくお話をしていくんですけれども、ちょっと今日簡単に、少しだけエッセンスですのでお話をすると、このセンスを扱う時の態度というものが必要というかね、知っておく必要があるんですけれども、一つが神話させる、全ての物事は神話できるという前提を持つということですね。違うものだから受け入れられないとか相入れないというような前提ではなくて、違うものだから可能性が広がるというような、そういう前提を持っていく、そういう視点を持っていく、何と何が親和性があるのか、自分にとっての得意分野っていうところでこうそのセンスが発揮されていくということになります。2つ目ですね、2つ目は同等であるということです。対等であるという見方をすることで、こう相手の資質も尊重できますね。で、同等というこう視点がなければ、こうセンスっていうのは制限されてしまうということになります。制限されるとおのずと可能性も狭まっていくというふうになります。はい、3つ目ですね、センスを扱う態度として重要なのが知覚を広げるということです。知覚を広げるというのは、なんかどんな話にでも結構出てくるんですけれども、知覚というのはその人が生まれてから今までにこう知ったり見たり聞いたり学んだりしたもう全てのことですね。で、これが狭いと、その狭い中で、発揮するしかないので、とにかく知覚は広げていく、センスは自分の可能性を広げること、そういうことに使われていくというものなので、知覚が狭いままですと可能性は広がりません。ですから知覚を広げ続けるという前提を持つことが大事になります。はい、4つ目です。4つ目は柔軟に受け入れる、何事もまず受け入れる、頑固はやめて素直に受け入れるというこの4つ、センスを扱う態度4つ、これが重要になってきます。はい、詳しくは構造心理学コースでどうぞ。